はい、柳田選手です。お願いします。114期、はい、ね、あの佐藤美奈が同期、はい、在校成績はあなたが上でしょ。そうです。どう今見て佐藤美奈。いやもうなんか力もついてメンタルも強くてっていう感じで、うん、最近競争強いよね。そうですね、まあ、元から自分からしたら強いんですけど、なんか自信持って走ってる感じがね、はい、そうですね、うん、でも随分柳田さんも最近ねスピードもついたみたいですし、はい、レースも自信持って走ってる風に見えるけど、はい、いやまだまだ冷静じゃない部分が決勝になると出てくるので、うんうん、そこが、まあ、修正っていうか、まあ、もっと しっかり走らないとって思ってます。まあでもデビューしてね、まあ、そろそろね、もう何年5年ですか、5年目、はい、ということはもうレースにも慣れてるし、はい、まあ、いろんな状況にも分かってるし、はい、まあ、何が足りないかもね自分では分かってるだろうし、はい、しっかりそれが5年もすればね、修正できてるぐらいのキャリアかなと思うんだけど、はい、ああまだ修正はしきれてはないです。しきれてない、はい、1打だ決勝。あ、はい、そうです、ね、なんか師匠からいろいろ言われることある？は、まあ、レースの展開もそうですし、うん、もう毎回毎回落ち着けとは言われます。落ち着けと、はい、レースの決勝とかですね、なんか落ち着いてないように見れるんだ。まあでも実際自分も落ち着いてないですね。ああそう、はい、じゃあ展開に左右されることって多いは、まあ、自分よりまあ点数が高い相手に対してがもう本当にもっとしっかり落ち着かないとっていう部分はあるんで、うん、ね、えだから自分からレースを作るというね、はい、うん、そう主導権を持って作れば、まあ、そうならないわけ。そうですね、うん、だから展開に左右されやすいっていうのは、はい、そこらへんよね、はい、まあ、ガールズの場合特にさ、仕掛けるのが残り1周近くなってみんな一斉に仕掛けていくわけじゃない、はい、でその時にどの位置にいるかと。そうですね、ね、はい、でこういうコレクションは何回目？コレクションは2回目です。2回目、はい、前回は伊藤の2年前のこの同じコレクションでした、うんうん、どうだったの？は3-3で、まあ、まくりに行って3コーナーぶち当たって、うんうん、もうそこから行けずって感じでした。あ、ね、まあ、でもどうだったの、その一発勝負っていうね、はい、3日間あるのと、はい、自分の中では、まあ、そうですね、まあ、一発勝負だともう本当にそこだけにかければいいんで、まあ、走りやすさはありますね。車番とかも分かってるんで、うん、はい、まあ、そっちの方は集中はしやすい。そうですね、ね、まあ、ただ修正とかなんとかできないからね。あ、そうですね、3日あればね、はい、初日2日で何か間違ったら、はい、最終日だけはしっかり修正してってあるけどね、はい、うん、じゃあ一発勝負に向けて。そうですね、トレーニングは別にその普段通り。はい、普段通りで、まあ、少し街道を多めにしてきました、うん、3日間走ると、はい、まあ、最終日にピークを持っていくとか、あ、はい、ね、コンディションの調整仕方あると思うんだけど、はい、一発勝負だからといってなんか特別なことはしてない？まあでも少し3日2日前ぐらいは練習減らしました。少しね、はい、練習を減らして、はい、まあ給油を取りながらっていうことね。そうですね、はい、まあ、今回、まあ、このメンバーね、若干何人かね上位の選手抜けてるんで、はい、逆に戦いやすくない？まあ、そうですね、まあ、自力は少ないんで、うん、まあ、自在の本当にレース上手い方がたくさんいるんですけど、うん、ということは一発いけば。そうですね、もう自分は一発だと思ってるんで、はいはい、では、ファンの皆さんに頑張るという決意を。はい、いつも応援ありがとうございます。今回しっかり、まあ、本当に繰り上がっていただけたチャンスなので、もうそのチャンスをしっかり生かして走りたいと思います。応援よろしくお願いします。そうか、負け日の代わりに入ったんだ。そうですね、はい、補欠だったね。補欠でした、はい、それラッキーだから。ラッキーな人って結構結果良かったりするもんね。ああ、そうなんですか。頑張って頑張ります、はい。